ケーキショップモジュール式と比べて結構コンパクトになりましたね。こういう細かいところを再現してるのはもうほんと素晴らしいですね。さすがレゴクリエイター。やっぱレゴクリエイターのこういうところが面白いんですよね。皆さんこんにちは、実証レゴビルダーヒロヒロ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターケーキショップモジュール式の続きになります。前回の動画でこちらのケーキショップを組み立てました。かなり前に作ったスケボーハウスと作りは基本的に一緒なんですけど、このケーキショップ自体のクオリティがとても高くて本当に良かったです。はい、今回の動画ではこちらのカフェを組み立てます。はい、ケーキショップの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではカフェを組み立てます。はい、完成しました。このカフェもなかなかクオリティ高いです。前回作ったケーキショップモジュール式と比べて結構コンパクトになりましたね。はい、では全体はこのようになってます。これ前回の動画でも言ったんですけど、これ本当にサービスエリアの屋台にそっくりですね。いや、ちょっとこれも結構面白いですね。じゃあまずはこちらから見ましょう。これは椅子とテーブルです。この椅子とテーブル自体も結構シンプルなんですけど、よくできています。で、この椅子はミニフィグを座らせることができます。はい、ミニフィグを触らせるとこんな感じです。僕今ケーキショップの併用住宅のプレゼンやってるんですけど、椅子と机これに採用しようかな。はい、ではこちらのカフェを近くで見ましょう。まずはこちらの看板ですね。クロワッサンのパーツがついてます。これはカフェの、まあ、目印なんじゃないかなって僕は思います。コップもあります。そしてここがレジカウンターですね。このレジカウンターも結構細かく再現されてます。あ、ちょっとここまではあんまり詳しくないんですけど、多分製造所だと思います。これがドアなので、ここが勝手口になってます。サービスエリアにこういう柵あったかな、思い出せれないけど、僕の記憶が正しければこういう柵あるところもあるんですけど、まあ、基本はないですね。そして屋根はこのようになってます。屋根のここら辺はいいんですけど、後ろのこの部分えらいさっぱりしてますね。この屋根は取り外すことができます。はい、屋根を取り外すとこんな感じです。カフェの中身はこのようになってます。こういう細かいところを再現してるのはもうほんと素晴らしいですね。さすがレゴクリエイター。はい、ミニフィグを並べるとこんな感じです。何度も言ってるんですけど、これ人によってはカフェであったり、僕の場合はこれサービスエリアの屋台に見えます。こういう考え方は人それぞれなので、まあ、僕はまあ別にカフェだろうがサービスエリアの屋台だろうが、まあそんな気にしないですね。このレゴクリエイターは次の3つ目で一通り組み立て終わるんですけど、カフェじゃなくてプールハウスなので、うん、これはどうだろう。はい、レゴクリエイターケーキショップモジュール式のカフェはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターケーキショップモジュール式のカフェを組み立ててみました。このカフェも結構クオリティが高くて、もう本当に素晴らしかったです。後付けしちゃったんですけど、やっぱミニフィグがいっぱいあることで、もう行列のあるカフェ屋さんにすることも可能です。やっぱレゴクリエイターのこういうところが面白いんですよね。このレゴクリエイターの3番目に作れるのがカフェと全く無関係のプールハウスです。思えば前に作ったレゴクリエイタースケボーハウスの3つ目もスケボー場じゃなくてゲームセンターでしたね。レゴクリエイターの建物系ってやっぱ最後の一つはもう全く関係のないものなのかな。他のこういう建物系のレゴクリエイターもちょっと気になりました。はい、今回の動画まだまだ続きます。では次の動画では何回も言っているもうカフェと全く無関係のプールハウス、こちらを組み立てます。楽しみにお待ちください。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。